お疲れ様です。今日は新環境採用できトップ5紹介していきます。ってことでですね、新シーズンになって1、2週間ぐらいかな、はい、経って結構強いデッキがね判明したので、俺なりのランキングで紹介していこうと思います。じゃあ早速ね、はい、第5位ロイホクです。まあこれは前シーズンとかもうずっと強いんですけどね、このデッキ自体はね、はい、まあそれのアーチャークイーンがゴブリンシュタインになった方が、まあ、より強いですよっていう話ですね、はい。まあ、ゴブリンシュタイン持ってなかったら、まあ、正直アーチャークイーンでも全然戦えるとは思うんですけど、もうゴブリンシュタインが強すぎるんで、本当に全てのデッキに入れた方がいいぐらい、うん、入れないのが損っていうぐらい強いんで、よいしょ、入ってきましたってことで、今回の相手はブラスターっすね。これは前なんか今までの生き残りの迫撃デッキかなって思うんですけど、これはあのもうこれで迫撃相手割いたんで、まあ、ムートとかもあるんですけど、これで結構ダメージ稼げますよ一応ね。さあ届きました。ムート壊れたら楽ですけどね、壊れそうやばはい、みたいな簡単ですこれで勝てるっていう、もしイカれてはいる。なんかクエイクの枠とかをねライトニングとかにしてもちょっと面白そうな気もするが、まあ全然クエイクで十分多分戦えるのかな。これ近畿できねえから、ちょっとスケが早いな、ワンチャン、ああちょっと早いな。いやらしい攻め来たな、お願いタゲが。なんか早めのムートとかされてくるとちょっと怖くなってきたりするが、まあムート破壊できるかな、来てほしい。このぐらいか、戦場に。いや来ないんですね、ここにこそちょっとまずかったり、まずかったりしそうだが耐えれたり。やばい、一発が良すぎるそれ。え、美味しい。さあ、あくびする余裕があるのはどっちかなっていう話ではあるよね。このクエイクいらないんだろうな。いやでもロイホグ飛ばすだけで気づけば気づけばっていう話ね。さあ大砲でイモリながら、まあ、これ初めに新カード出すだけでも強いし、普通に冷静な対応もねあります。これでビリビリがあるんで事故もケアできます。え、これでムート壊れるよ、やばい。いやこれで壊れるの普通に意味わかんないもん。さあ適当に対応しまして、相手が頑張ってスタンプをしてる中でグッドゲームまあクエイクがね迫撃には刺さんない。なんか環境で見たらマジでポイズンとかライトニングとかにしても良さそうな気もするが、なんかもうこのデッキほんと完成度が高いのでずっと使われてるだけあってね、もうこれだけで十分かなと思います。続いて第4位こちら、ペッカバルーンです。はい、ペッカバルーンフリーズというね、まあ、ちょっと珍しいか、やや珍しめではあるが、最近の環境ペッカが強くてね、はい、ちらほら見かける方も多いんじゃないかなと思います。そしてねシンクライドラです。俺シンクライドラアンチなんで全然強いと思ってないし、思ったこと一回もないんですけど、今シーズンなんか意外といる何なんだろう、まあ、2倍タイム3倍タイムのなんかライドラが強いんじゃなくて、その進化ペッカが強いっていう、結局その進化ペッカ自体で言うとなんかねだいぶ多いイメージはあります。はい、まあ、だからなんかシャアなしで、別に多分このライドラの枠も本当何でもね何でも成り立つと思うんですけど、ちょっと強いらしいよっていうところで4位です。で今回の相手はなんか近いの縦線ラム、まあペッカラムか、ペッカラム VS ペッカバルーンね。まあ、最終ペッカプラスライドラでバルーンもつけてフリーズまでねいけてしまうと止まんないよねっていうデッキですね。
一番一旦耐えか。これまあペッカで受けたってよかったけど、やべ、なんか変なチョコすぎる。一枚はどうせ攻めてもね、削れない気がすんで、雑に守っとけばいいと思ってます。はい、雑に守って2倍タイム3倍タイムの進化ペッカで、あとはお好きに調理しましょうね。ライドラちょっとだるいな、相手ので。今んとこ呪文なんだった、ヤナメレージか。熱いな。ライトニングがなければ俺の進化ライドラ無双できますって相手も思ってるかもね。でもまあペッカ縦線ライドラとかを無限に感電でしばけるってなると、ちょっと俺のライドラの方が刺さるか。俺複数体ユニットいないんでね、相手のライドラはまあ意味なしみたいな。ライドラつけてフリーズしたいな。ライドラ来ねえかな。ああ。えらい。てかライトニングあるやん。なんでヤナメレージじゃなかったっけ。じゃ呪文ちょっと多いな。いやーで、ラムもいんのか。これやばい手札。暇すぎる。近畿したすぎるけど、できねえな、この手札。うわ、こうなると、ちょっと難しい。俺にはね、相手のライドラを処理する方法がないけど、相手はライトニングで処理できちゃうから。出しちゃおう。まあ、トルネフリーズ。この呪文の使い方で、全ては変わるかなと思います。いや、ライトニング気持ちいいだろうな、これ。で、でもペッカ縦線に勝てるくないって思ってるけど、そんなことないから。逆だったかな。フフフ、ライドラ取れない、引っ張ったら勝ちだったな。いや冷静もあるな。全然キング起動してたらランバーが、おいあれなんかぬるっと勝ちた。もう一回行こう。まあなんかペッカが強い、強いがゆえにか、ああいう勝ち方もね、はい、ありますよと。でこのデッキにはね、まあいい話かな、ゴブリンシュタインが入ってないんですよ。そうだから持ってない人でも使えるよっていう、ちょっとレアです。ここ最近のもうデッキはね、ほぼ全てにゴブリンシュタイン入ってるんでね、入ってない方がレアなんで、もうなくても使えるよと。もうライドラももう進化してようが、進化してなかろうが、正直あんま変わんねえんでね。進化1枚でも使えますよっていう。わかんないけど、あんまなんか。今回でも相手親衛隊とかだからさ、活躍できるかな。やんなめ。アーチャーだったな。なんかいっちゃおうかな。檻も使って。まあ、トルネで行ってもいいが、無理に行かなくても、いいね。で、これ、キング起動できたら、幸せでした。ちょっと痛いよね。だいぶか。だいぶ痛いけどね。最善かなと思います。さあ、深淵大ローグ。え、まあ、じゃあ、相手の呪文がヤナアメタルバオとかであれば、超輝けるぞ。進化ペッカも。進化ライドラも。いやでも、シンカーチャープラスの、いやでもマジでそうだな。ペッカ最強じゃね？先に出すとさ、アーチャーのカモにされんのかな。あいつが強いんだ。いや、ライドラなんか怪しいな。いらなそう。いや、まあさすがに、一旦守りのね。ペッカが回復します。このライドラの感電がね、無限に続いてるってことだもんね。おーおー、なるほどね。これね、全然感電せんよ。なんか負けそうだなあれ、ちょっと待ってよ、話が違うじゃないですか。ちょっとアーチャーやだな。ファイボなん、ファイボだったな、そういえば。一
単単純に新ネタの受けがちょっと大変っていう。痛い、新ネタ痛い。いやまあこっから夢があんのがペッカね。近畿やめて。よし、マジワンチャンあるよなって思っている。あいつ頭でいいな。これさマジワンチャンあるよな。進化ペッカだったらもっと良かったんだよ。相手のロイ…え フレンドのプリンスすげえ覗いてた。え、そんなことある、やば。まあそういうこともありますよと。なんかさっきからこんな勝ち方しかしてないんですけど、まあそういうデッキですね。はい、続いて第3位、こちら高回転ドリルデッキです。はい、まあドリルね結構過保されました。進化ドリルが特に過保大きくてですね、2つ目3つ目生えてくる際のノックバックとダメージがなくなったっていうので、まあ普通にこの辺とかもゴブリンだけで抑えられたりすると思うんですけど、ですけどですけどですけどっていう感じです。なんかでも通常時の、まあ、ドリルが単純に強いんで、まあ、進化ドリルもまあ相手視点は意外と厄介なのかな。なんかポイズンとかと組み合わせたりできるんで、なんだかんだなんだかんだ強いよなっていうので、はい、使われてますね。さあということでこちらにもね環境の頂点、はい、ゴブリンシュタインが入っていますよと。そしてなんか最近流行りのね多い大砲スキアイスピ構成でさえ、もう正直中身なんだっていいんでね。ドリルだろうがホグだろうが、まあロイホグだろうがね、このデッキの形が強いんで。そう、今回アチェクイだってことはロイホグだ。絶対に金ないやつとか言っちゃダメだけど、あれだ非課金税なんじゃない。普通はねこれゴブリンシュタインになってくるはずなんですよ。非課金無課金税のさ来ましたね、あちゃくい型ね。なんならちょっとあちゃくいの受けも めんどくさいっていう、直近の方がだるいのかな。まあまあまあ、ゴブリンシュタインねさ相手視点だるいでしょうの。おー、え、テスラ型だ。テスラは通常のテスラが強くなったんで、まあこれ通常テスラの可能性も結構高いね。まあすごい独特だね。あ、でも見てこの何もしてない間に3775と、ドリルがはみ出たのかもしれないし、モンスターが頑張ったのかもしれない。ラッキー。よしよし、いやこれだけででもなちょっと入るもんな。ちょっと怖いよね、ボンが強いんだね。まあできるだけ抑えたいよね。よし、まあ、こっからですよ。ゴブリンシュタイン出してドリルと出してポイズン打ってを繰り返すだけで相手視点だるいんだね。ボンバーもだるいだろうな。うわすごいな。え、美味しすぎんこれ。あ、待って、なんか飛んだ。まあでも素晴らしいんじゃないですか。でこれでレーザーでポイズンまで打っちゃおうぜ。これね、でタゲが変わって、いやモンスターが結構削っちゃうよっていう話ね。いやゴブリンがはみ出てね結構削っちゃうよっていう話ね。いやいかつすぎるんだよな本当に。モンスタープラスドリルするだけみたいな。であとはまあ適当に高回転で守ってあげてね。なんかボンバーもそういえば下方されたね、下方されたね程度だな。一応スピリットワンパンでできなくなりました。はい、これでもできないがゆえにちょっと
足が止まって強くなってんな。やばすぎるな。意味ない加法でしたね、ボンバーは。まあ最強が、なんか絶対的最強がまあ最強ぐらいになったぐらいな、変わんなさすぎて、はいっていうね。まあ今まで通り強いよねっていう話よね、ドリルはね。3位がドリルでしたよと。続いて第2位、こちらペッカラムです。はい、まあさっきもね進化ペッカ使いましたけども、やっぱ進化ペッカはね強いです。はい、ブラスターが減ったっていうのもありますけど、まあ単純になんだろうね。通常のテスラ、テスラじゃねえわ。ペッカもいいしね。進化テスラ?あ?なんか似てんだよ。うん。まあ、進化ペッカも強いよね、というとこで、ペッカのラムですね。はい。で、ラム自体も、現環境結構います。うん。なんかラムも、ずっと強いけど、てかまあ、バランス調整で強くなってから、まあ、下方されたものの、逃げ切ってる。もう一段階絶対下方されていいんですけど、まあ、かわしてる、耐えてるカードなので、まあ、今の環境使い得な、はい、カードかなと思いますね。この人はラバだね。初手ケツペッカとかしちゃったり、暇だったし。で、端前ゴブリンシュタインとかね。いや、ヤンキーですけど、ちょっと。あんま多分した方がいいんですけど、まあ別にしたってなんとかなるのが、ペッカみたいなとこあるんで。入ってこねえのか。入ればよかったな。よし。これだってさ、もう、縦線処理できるよ。言ったら。あいつ終わらん?あ、そう、やば。まさかのね、新しいというかさ、ラバライトニングなのもちょっとびっくりだし、うまいね、今の。博士にライトニング打ってくるんね。残んねえから。熱い。これ残ったらさ、なんかだるそうじゃない?まあ、檻とかが嫌なぐらい。ああ。声聞こえてんの。いやでも今のそれだけ強いもんな。で檻咲いたら端前、いやーこれめんどくさいな。端前選ばきそう。来ないのちょっと美味しいか。守りたいんだな今回の相手は。いや、あれさ、レーザーで破壊したいけど、ライトニングってくんだな。偉いな。こういうパターンでいこう。ちょっとペッカでもゴリ押す。やばい、食われる。うわごめん。うわ、鉄壁だな。ちょっとライトニングまずいな。これだけ対空がね、存在しないんで、このカードしかない。いや、もう行くしかない。端っぺ行って考えるしかないんだよ。いや、まあでも、ライトニング使わしたことに価値がある。マジか。角度が悪いな。やばい、これ。溶けてくれなそう。お、え、熱い。なんか、いい感じになった。え、しかもこれさ、ライトニングボーイかな。相手のユニット配置の位置うまいな。やばい、負けそう。いや、耐えてはいる。やばい、耐えてはいる。しかもライトニング使ったぞ。これペッカからの、いや、なんでこっち来んねん。え、ちょっとありそうじゃない?
応ライトニング2発です。回すしかない。え、うおい一瞬のスタンでやばすぎん。え、これにも勝てんのさ、ちょっとやばいよね正直これはだいぶ勝てないな。だいぶ勝てなそうな顔はしてましたが、進化ペッカのやっぱプレッシャーとね、あと新カード、まああと単純なラムの強さとかね、はい、ああいうのにも勝てたりしますよというペッカラムでした。続いて第1位、こちら高回転ラムでさえ、さっきはねペッカ入りだったんですけど、今回ねペッカがいないね、シンプルな高回転でゴブリンシュタインとラムライダー、そしてね、まあ、ぶっ壊れ施設の大砲を出して戦いましょうというね、いやこれ流行りすぎてますね。まあ一応このデッキだけの、まあ、解説動画も先日あげたので、ぜひそちらをね参考にしていただきたいんですけど、本当になんか全てに勝てる可能性があります、はい、ライトニングもね結構環境の中心呪文ではあると思うので、まあ、ゴブリンシュタインを飛ばすのもでもいいですし、まあ、施設突破でもいいですしってね、まあ、ゴブリンシュタインで施設を使わしてからのラムでもいいですしみたいな、まあ枯渇の可能性がちょっとあったので逆にしたんですけど、同祭でもよかった。でこのロケット押しもこの新カードにちょっといいんですよね。そう、縦に並んでるのをちょっかいかけれるんでって言ったらお互い様でしたねっていう環境ですね、似てんな。いやマジでね、そうなんだよ。てか一緒か。でもゴブリンだったんで、もしかしたらラムライダーではなくホグライダーね、そうな気はしたよね。ちょっと耐えたい。あー、ウッド打ちやがったな。さあでホグだと多分クエイクなんですよね。いやだからちょっとめんどいな。ホグクエイク今されちまうと、まあ大砲からのロケット方式でルート強制とかもあるが、あるがキング起動されちまうよと。これやばいな普通に。まあ、ワンチャンホグライトニングの可能性もあるんですよね。それがちょっとわかんねえんだ。ホグライトニングかもしれないし、ホグクエイかもしれないし、でもこいつだけでもう十分。で、ロケ砲も解けます。500ダメージ入ります。あ、いかれてるわ。やばすぎる。簡単なお話ね。一生守っていけば、ひとまずは、なんとかなりそう。一発も入れんなよ。いいゴブリン追加だね。いやこれクエイクだったら結構ありがたいお話あるけどな。とか大砲使ったやんっていう話ね。これ強いの。で横のレーザーくんのこれ。あーなんかうまいな。一応キング起動はできそう。絶対ラムボーイとかでもよかったけど。いやまあ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 、そのなんかあんま美しくないんですけど、耐えたことに価値ありみたいな。でクイクでしたね。いやまあロケ砲だけなんか処理できればな。ちょっと悪くはない。めっちゃライトニング打ちてえなあれ。いや、うまいな、この低コストの使い方が。いやー、ラムがね、止まっちまうな。ホグは止まんねえのに、ラムが。うまいな、相手。笛削りね。でアイスプレー止めて大砲へ向け行ってもいい気はした。いやーからのゴコスラム行きたい。でも相手も進化だる。ちょっとだるそう。熱い竹がいい。良すぎはする。
入りすぎてる。しかも早めに溶かして、やばい、これ使うと良くない。いやでもいいタイミングがいい。いいね、やばい、すやばい、ちょ勘弁してほしい、マジ勘弁してほしい。ライトニング削りが必要ではある。あるね、タイヤ壊れる、ラム追加だ、あっつ、これは止まんねえぞ。てかライトニング圏内ではある、飛べ。飛来心あるかなこれ、マジゴブリンで飛来心だけ負け筋。おい、ナイスナイス。やまあホグに対してのラムがね、さすがに上位互換だと思うんですけど、同じです。なんかもうみんなデッキがさ、こんなの施設ウッドシュタインみたいなね、最強なんだね。明らかにデッキパワーが高えの感じますいやこれで考える人は天才だろうな。昔こんなのを北ちゃんが考えてなんか使ってた気がするけど、新カードかけるね、ラムがいかつすぎるねすごいな本当に。負けるデッキを探そうがちょっと難しいもん。よいしょ、まあ、トリマ、おー、あ、これでもタルマはちょっとペッカバルーンの可能性があって、このペッ、このラムちょっと怪しいかな、怪しそうだねライトニング使った後さ、ライトニング使った後じゃねえよ、ラム使った後バルーンが普通に、まあ大砲置いてもいいけど、置かなくてもいいか、トレネ来るかな。え、タルザップなことあんの。いや、いいね、ロキョウが行かれた方がキングギドされないんでね。なんだこれ、あ、ペッカラムのタルザップか、あー、なるほど。ブチンのめしとこうぜ、さっき。ふふふ。いやー、これビリビリでてさ、飛ばねえのか。あ、でもこれ、怪物か。結構削れねえかな。いいよ、からの。からの、いや、いい。え、このベイビーの処理ちょっと難しいな俺どうしようロケホ、これやられてほしいな。あーあー、めっちゃいいやられてくれんのね、ちょっと助かんな。さあ、ペッカラムライトニングか、ちょっとライトニングだけまずいが、まあ、ライトニング使った相手美味しくね。言うてなのか、なんか守れないか、もしかしてこれ。え、それ入んの？ペッカ。それやばいね。勘弁してよ、怖いって。いやー、タルザップちょっと厄介だな、あとベビドラといい。これね。でも相手も思ってるか。やばい、下手。ラムのなんか多分位置が下手なんだろう。これ別に新カードでもよかった。やばい、ラムがイカレンなだけはね、よくない。これやばい。これで負けるんだろうな、っていう流れしてない。いや、まあロケホ残ったらでかいか。
なんか怪しい怪しい。やば、そのザップ。ライトニング削りちょっとだるいんだよ。やばい、新カードラムにちょっと強いんだよ。勘弁してほしい。やばい、ライトニング削りがまずい。ちょ待って、俺もライトニングあんのか。やばい、ちょペッ、あっ負けるカードはえピッカ新刊。いやでも、絶対勝てるんだろうなと思いながらの、あとちょっとがタルザップ強いな。ロケホンに対してちょっといいな。まあでもほんとね、ラム対決とか、まあ、進化ペッカーのなんかワンチャンの事故みたいなね、なんかほんとそういうのぐらいでしか負けなそうなぐらいの強さはねしてますね。さあブラスターね、なんだスケドリルのブラスター、あーロイホクのブラスターのことあんだね。なるほど、えスケが、まあスケボンバーの可能性もあるか。スケアイスピーでブラスターはあんま見ない気がするが、スケファイスピボンもあるか。ちょロケット投手あんま出したくないな。キング起動どうせされると思うんで、まあ、なんとなくセパにしようかな。ちょビリビリもある。うん、いやいいね。あー一応ビリビリもあるって俺言ったけど。かっこよ。いやでもラムがちょっとあれだね、大砲ブラスターにボクされちまうな。あちゃくいあちゃくいの処理いいな。でも今のやばいな。さすがに俺のスケの方が強いよな。よしよしよし、俺の好きなのが強いよな。ワンチャン？ワンチャン？マジワンチャンないこれ。え？あー、ウッドね。ウッドもあんのか。まあ、アチャクイならちょっと幸せだな。うん、やべ。めっちゃ微妙なことしてるかもしれない。やべ、しかもタギ変わる。めっちゃ微妙なことはしてるけど、なんかどうせ勝てそうな気もなんか勝てそうじゃない、勝てないのか。クエイクね、もうこっからもうゴブリンしたいんでさ、アチャクイにライトニング打ってもいいしな。別に打たなくてもこれレーザーで飛ぶもんな。レーザーで飛ぶ、やばいな。ちょっとなんかヘナチコ防衛で割るか。あれなんか気づいたら勝てそうだもんな、もう。やばすぎん？こっちに置いちゃおうかな。逆サイ攻めたそうだもん。でもう一回ゴブリンシュタイン出していやこれがデッキパーの差か。かわいそうだなこれ。これ守られんのかな。めっちゃライトニングとかあるこれ。やばいね、絶望ね。全部ぶっ飛ばすよレーザー。スケも飛ぶよ。でもう一周ラム来るっていうね。やばいな。
いやでも相手の棒うまい。マジこれ止まんの？うわー、うまいね。まあデモみたいなデモみたいなとこちょっとあるよな。ロケを出してこう。ちゃんと避けてあげてね。もうめっちゃいい。じゃあ、で、レーザーして、大砲壊れて、この巻いて防衛がうまい。てか、ブラスターだから止まってんだな、これ。止まるわけないもんな、普通。普通止まるわけないのが止まってるのはブラスターだからなんだよな。あとライトニング何回打とうかな。3回くらいできそうだね。ふふ。安直に飛ばねえか。うまい、それ相手。あ、でも待って、時間が終わりそう。まあ、ライトニング削りして、さあ、グッドゲームです。強すぎん？シンカーのラムをするだけでさ、言ったら止まんないんだよ。こいつのなんかメタデッキがね、生まれてくれればいいですけどね。ってことで、めっちゃ強いです。強すぎるが、ふさわしいかな。1位がラム、2位ペラム、3ドリル、4ペッカバルーン、5ロイフグ。まあ結構似てるんですけどね。正直どれもなんか型はある程度似てるんですけど、まあ現環境はね、こういうデッキが強いので、少しでもね、参考になればいいかなと思います。ぜひね、チャンネル登録、高評価もお願いします。では、おし、またね。